ナモリック干渉、ナモリック干渉の地図ナモリック干渉は、太平洋上にある二つに島からなる干渉であり、国際法上は、マーシャル諸島のラリック列島に属している。この二つの島の面積は、合わせて2.7平方キロメートルに過ぎないが、干渉の領域は8.3平方キロメートルにもなる。なお干渉の人口は814人である。ナモリック干渉は、 エボン干渉から約1 0 0キロメートル北西にあり、干渉の中に森林のある2つの島から構成されている。この2つの小島は多量の黒い岩石とともに珊瑚礁の上に立っている。とても浅い干渉は乾いたサンゴによって海から切り離されており、満潮の時でも干渉をボートで横切るのが困難である。ここには焦点が1軒だけ、 小島の南西部にあるのみである。ナモリックの小島に西側から上陸する場合には、島から約90メートル離れた地点から可能である。島には北東からの風を防ぐものがなく、また海が荒れた、西の南西の風は強くて危険である。島の周囲を縁取っている、サンゴ礁は上陸地点を約135メートルも沖に広げている。 また2隻のナンパ船が島の南約90メートルの地点に横たわっている。さらに詳細な情報は、リンク先エブスアイランズを参照のこと。ありがとうございます。